ちゃんは水給料袋の封も切らずに必ず横丁の角にある郵便局へ飛び込んで行くのだった。仲間はそんな彼を見てみんな貯金が趣味のしみったれたやつだと飲んだ勢いで嘲笑っても、ゆずちゃんはニコニコ笑うばかり。僕だけが知っているのだ、彼はここへ来る前にたった一度だけ一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ。配達帰りの雨の夜、横断歩道の人影に ブレーキが間に合わなかった彼はその日とても疲れてた。人殺しあんたを許さないと彼を罵った。会社の奥さんの涙の足元で彼はひたすら大声で泣きながら、ただ頭を床にこすりつけるだけだった。それから彼は人が変わった、何もかも忘れて働いて働いて、切れるはずもないが、せめてもと毎月あの人に仕送りをしている。今日ゆうちゃんが僕の部屋へ泣きながら走り込んできた。振り上げながら彼は一通の手紙を抱きしめていた。それは事件から数えてようやく七年目に初めて、あの奥さんから初めて彼宛に届いた便り。あなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ送金はやめてください。あなたの文字を見るたびに、主人を思い出して辛いのです。あなたの気持ちはわかるけど、それよりどうかもあなたご自身の人生を元に戻してあげてほしい。手紙の中身はどうでもよかった。それよりも償いきれるはずもないあの人から返事が来たのがありがたくて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 。